あみんな、大きなお友達の味方、霊夢だよ。タロウで好きな怪獣はエンマーゴ、マリサだぜ。今回も引き続き、ウルトラマンタロウの解説をやっていきたいと思うのぜ。前回は主人公の東光太郎や、ザットなどについて解説したので、今回はタロウに出てくる他のウルトラマンについて、紹介していくのぜ。ということでまずは、このタロウから新たに登場した、ウルトラの母から紹介していこうと思う。言わずと知れたウルトラマンタロウの実母であり、すべてのウルトラマンたちからも母として慕われている、母性の象徴のようなお方。母の愛は偉大だよね。治癒の力を持つ特殊な部隊、銀十字軍の隊長職にあり、普段はウルトラクリニック78で働いている。なるほど、父が警備隊の司令官であるように、母も医療部隊のトップを務めてるのね。ただ決して戦闘力が低いわけではなく、場合によっては自ら戦うこともあった。おお、こんなアクティブに動く母はすごいね。まあこれは比較的近年の作品だからかな。あと他のウルトラ戦士同様、光線技なども使えるな。右腕から発射する破壊光線、マザー破壊光線、ストリウム光線に負けない威力を持つらしく、ライブキングを吹っ飛ばした。母の光線技というのは、ほんと貴重だね。マザー光線。ウルトラの母は左腕に、マザーブルーという青いブレスレットをはめており、そのマザーブルーのエネルギーを、右腕に移して発射する瞬間治療光線、マザー光線。母が回復光線使えるから、それを受け継いでタロウも回復技が使えるのね。ちなみに母のこの頭のおさげ状のものは、多くのウルトラ族を救った功績で授与された、銀十字勲章である。決して紙ではないということらしい。これおしゃれな紙じゃなかったのか。頭についてる赤いトゲはマザーレッドといい、ウルトラの父と連絡を取ったり、ウルトラ兄弟たちの危険を知ることができるという。この頭のトゲにも意味があったとは。あと胸の青いブローチのようなものはカラータイマーではなく、母の星といって、ここから子供を成長させるマミー光線などを出せるという。へえ、カラータイマーとは違うと思ってたけど、そこからも光線出せたのね。再生エネルギー光線の雨を降らせて、死者を蘇らせるマザーシャワー。死者すら蘇らせれるとは、回復光線の極致だね。ちなみにウルトラの母の本名は、ウルトラウーマンマリーといい、若き日にウルトラの父子と、ウルトラマンケンと運命の出会いを果たした。ウルトラマンケンにウルトラウーマンマリー、それが本当の名前だったのか。二人が初めて出会ったのは、ウルティメイトウォーズという3万年前に起きた、エンペラ星人が多数の配下を従えて、M78 星雲を襲撃した時のこと。3万年前。その戦いではウルトラの父はもちろんのこと、後に悪に落ちてしまう、ウルトラマンベリアルも共に戦っていた。おお、これがあのベリアルの元の姿なのね。この時ウルトラの母子と、マリーの一族が代々管理していたというウルティメイトブレードを、父子と剣へと渡されることとなる。これが二人の初めての出会いであった。おお、ここで初めて出会ってたのか。そのウルティメイトブレードを手に入れる前は、まだ未覚醒状態前の若い姿だったんだけど、剣を手にしたことで、秘められていた力が覚醒して成長し、今よく知る父の姿へと、パワーアップを果たしていた。ほんとだ、よく見ると若干だけど、姿がちゃんと変わってる。覚醒した父の力によりほぼ相打ちではあったが、なんとかエンペラ星人を撃退し、その後にマリーと恋仲となって、結婚したというわけだな。出会って結婚するまでに、そんなハードな出来事が。ちなみに密かにマリーに思いを寄せていたベリアルは、いろんな意味で父に敗北してしまった。さらにエンペラ星人の闇の強さに惹かれて光の国を離反して、あの悪のウルトラマンベリアルへとなってしまったわけだな。なるほど、なんともかわいそうなやつではあるねー。ちなみにこの若い頃のウルトラの母は、若手の声優さんである三森すず子さんが演じられているな。おお、まだお母さんというよりは、恋する乙女って感じがしてぴったりだね。それから結婚したことで、実子であるウルトラマンタロウが誕生し、二人は宇宙の平和を守りながらも、幸せな家庭を築いていったわけだな。ちっちゃい頃のタロウかわいいねー。ちなみにこの作品は1984年の映画、ウルトラマンストーリーであり、母の声を演じるのはメーテルなどで有名な、池田雅子さん。
おお、メーテルのあの声なら、確かに母性あふれる母の声にぴったりだね。そうよ、太郎。この広い宇宙には、平和を愛する人々がたくさんいます。でも逆に、平和を乱そうとする者も少なくはないのです。それが悪い怪獣なんだね。そうだ。彼らはこの宇宙の歪みが生んだ邪悪な存在だ。ウルトラ戦士は宇宙の平和を守るため、宇宙の歪みを正さねばならない。そのためには、知恵、勇気、愛を知り、そして肉体を鍛えなければならない。お前が本当のウルトラ戦士になるためには、様々なことを学び、厳しい訓練を受けなければならない。わかるな？うん。僕、どんなことがあっても、頑張るよ。この太郎くんは将来、サイヤ人になるんですか？いいえ、大きくなったらカブトコウジくんになります。というのは冗談で、少年太郎は聞いてもらってわかる通り、孫悟空や鉄郎などで有名な、野沢雅子さんだな。御年85歳で、現役バリバリのデイベテラン。ちなみに父は、声優、俳優ともに大活躍された名優の、石田太郎さんだな。すごい渋い、父にぴったりの威厳ある声だね。ちなみに先ほど紹介した、ウルトラララクシーでの若い頃はこんな感じになるな。あ、ベリアルさん。傷は、もう大丈夫ですか？ふん。当たり前だ。俺は、必ずこの光の国を治めるにふさわしい大物になってやる。そしたら、俺と。マリー！ベリアル！あ、ケン！今回の事件を受け、光の国に宇宙警備隊が創設されることになった。議会の推薦で、私がその初代隊長に任命されたんだ。何？お、本当にそのまんま、若返ったような感じがするね。それにしてもこう聞くと、ベリアルが闇落ちしてしまうのわかるくらい、若い頃の父と母のラブラブっぷりがすごいな。まあそういった様々なことがありつつも、息子の太郎は見事成長し、地球人の東光太郎と同化して、戦うこととなっていくわけなんだけど、それでもやはり、一人息子の可愛い太郎を心配してか、たびたび本編では母も地球へとやってきて、助けてくれることがあった。しかもどうか前の東光太郎の前に、彼の母親ウリ二つの人間体の姿である、緑のおばさんとなって現れたこともあった。出た。おそらく今は見かけなくなった緑のおばさん、やっぱりウルトラの母といえばこの姿だよね。この唯一の人間体を演じられたのは、超大物歌手のペギー・ハヤマさん。ものすごいお方が演じられてたのね。やっぱりウルトラの母ほどにもなると、人間の姿も豪華だね。そんなウルトラの母だけでなく、太郎にはこれまで活躍した、多くのウルトラマンたちも地球へとやってきていた。21世紀、乾杯、乾杯、乾杯。21世紀、ビールはもっと楽しく、もっと自由に。キリン21世紀ビール。ということで母以外でまず単独で久々に地球へ来たのは、やはり一番人気と思われるウルトラセブンだった。やっぱ客演最多のセブンは来るよね。地球に住めなくなったトータス親子たちを、ウルトラの星へと連れて行ってくれるために来てくれた。さすがセブン、かつては自分の命すら犠牲に、地球人を救ってくれた男。子供たちの祈りは通じ、終点に輝いた星は、やがて一つの姿になった。それはウルトラ兄弟の長男、ゾフィーであった。ゾフィーだ！ゾフィーが来た！ゾフィー！ゾフィー！長男ゾフィー来たー。これで勝つる？バードンにやられてしまった太郎を助けに、ゾフィーがやってきたわけなんだけど。え、ヒキコ、え、なんだって？多分ゾフィーって言ってると思うんだけど、ヒキコモリーにしか聞こえないな。しかもバードンの炎によって頭を燃やされて、大変なことになってしまった。これがかの有名な、ファイアーヘッドゾフィーか。で結局ゾフィー兄さんもバードンに倒され、しかも雨風にさらされたままずっと放置されていた。
なぜ他の兄弟たちは助けに来ないんだ。まあこの後バードンは太郎によって倒され、助けに来たウルトラの母と共に、無事に帰ることができたわけなんだけど、その後地球へとまた訪れたのは、テンペラー星人戦の時であり、その時は他の兄弟たちとも一緒に来たわけなんだけど。兄さんたち、よく来てくれました。何を言う。俺はこの地球ではハヤタと呼ばれていたんだ。そう、俺もウルトラセブンではなく諸星なんだ。俺はゴージで、俺もエースではない北斗星人だ。わかりました。僕は東光太郎ですからね。さて、わざわざタロンが呼んでくれたんだ。どんなご馳走してくれるのかな。ゾフィン兄さんは。ああ、念のために一応宇宙パトロールをしてから少し遅れてくるそうだ。さあ、久しぶりで地球のご馳走を腹いっぱい食べるかな。でもゾフィン兄さんが来てからに。気にすんな、俺たちみんな腹ペコなんだよ。ああ、ゾフィンのことなんかいいよ。さあ、始めよう。そうだ。そうですか。じゃあ、どうぞ。まあ、そうだな。いつも兄さんたちに助けていただいてるお礼です。あ、さあ、どんどん食べてください。よし、食べるぞ。ほら、よくあげてるわ。いただきます。いただきます。ゾフィー兄さん、なんで太郎の時だとこんな扱いが。バードン戦で真っ先に助けに来てくれたわけだし、マンもエースもゾフィー兄さんに助けられてるのに。焼けたバーベキューもよく見るとゾフィーの分がないからな。その次はタイラント戦でゾフィーが戦う姿が描かれるんだけど、その時も無残に敗北してしまっているな。もっとゾフィー兄さんに活躍の場を。まあこの時はタイラントが強すぎたせいか、他の兄弟もやられてたから、まあ仕方ないかな。その後単独でやってきた兄弟は、帰ってきたウルトラマンこと合否的だな。なぜか髪型が若干パーマになっていた。おしゃれなゴーさんだから、光の国でパーマにしたのかな？副隊長を助けるためにドロボンにカラータイマーを取られて、しぼんでしまったのは有名だな。ウルトラマンはカラータイマーを取られると、しぼんでしまうのか。あと母や兄弟だけでなく、もちろんウルトラの父も、何度か地球へと来てくれているな。これもかなり有名なもちろんの回であり、あの南優子も登場して、太郎と共に餅をついてくれてたな。エースだけじゃなく、南優子も出てくれてたのは嬉しいよね。とこのようにウルトラマン太郎では記念作だけあって、これまでのウルトラマンなどが出てくれた、豪華な作品となっているな。うんうん、本当に豪勢な作りだよね。あと、太郎本編に出てくるウルトラマンというわけではないんだけど、光の国で、優秀な科学者として働いている親友の、ウルトラマントレギアがいるな。トレギアは太郎の幼馴染で、共に育ってきた仲なんだけど、ベリアル同様に闇の力に見入られて、同じく悪へと落ちてしまったウルトラマン。まさか父親同様に、親友が闇落ちしてしまうとは。しかもよりによって太郎の愛する一人息子の、タイガにその魔の手が及ぶこととなってしまうな。そうか。今や太郎にも、子供がいる時代になったんだよね。かつては母や兄弟たちに助けられた太郎も、今は光の国の筆頭教官として、新しい世代のウルトラマンを教え、導く存在となったわけだな。うんうん。時代とともに人が成長するように、やはりウルトラマンたちも成長しているというわけだよね。というところでウルトラマン太郎の解説は、こんなところで終わりにしたいと思うのぜ。今やってる初代マンの個別解説を終えたらだけど、ウルトラマン太郎の個別解説をやりたいと思うのぜ。個別解説やれる時が楽しみだね。それではまた次回。人間の仕業とは思えない奇怪な密室殺人が発生した。それは恐るべきロボットレンタル会社バドーのロボットによる犯罪の最初の事件だった。完全と悪のロボットに立ち向かうのは特別科学捜査室のロボット刑事 K、 そして芝新城の両刑事である。次回より始まる新番組ロボット刑事、バドーの殺人セールスマンにご期待ください。